皆さんよろしくお願いいたします。拉致被害者全員奪還ツイキャス、今夜もよろしくお願いいたします。始まりました。今日のゲストは、すべてのヘイトに反対する会、代表を務められていらっしゃいます、永井由紀子さんにお話をお伺いいたします。こちらの会では、お二人代表の方がいらっしゃいまして、はい、
もう一人の共同代表の方は、今コメント欄にコメント書いてくださっている山本ひろみさんです。はい、よろしくお願いします。多分もうすぐ、永井さん、いえいえ とんでもないです。はい、永井さんもうすぐ入ってくださると思いますので、ちょっとお待ちください。今日ね、そうなんです。山本ゆるみさんと、今こちらの、お写真画像にさせていただいてます。永井由紀子さんの共同代表という形で、はい。はい、ありがとうございます。そうなんです、まるさん。今週もトレンド入りしました。ここ1ヶ月ぐらい続いてるんじゃないでしょうか。本当にありがたいことだなぁと思っております。ね、ちょっとでも拉致問題に関心を持ってくれる方が、ね、一人でも増えてくださるのはもう本当に、もう切望することですから、もうそれでこそね、皆さんが一生懸命それぞれ日曜日にツイッターの方にこう思いを込めたツイートを出されてる甲斐があるなぁと思っております。はい、ありがとうございます。あ、はい、そうですね、有田さんのお仲間の方がなんかツイキャスの宣伝までしてくださって、ね、申し訳ないなと思いまして、ありがたいなと思います。ゆっこ姉さん、はい ゆっこ姉さんですか、なるほど、はい、永井さんお聞きでしょうか。心配になってきたな ねえ、有田さん有能ですかね。そうですか そうですね、今日夕方に試験放送していただきまして、ツキャスの方のコラボ申請までバッチリ、はい、試験放送でやっていただきましたので、多分大丈夫じゃないかなと思ってるんですが、お電話した方がいいですかね。どうしようかな。永井さん、もし聞かれてましたら、あ、聞かれてないかな、どうなんだろう。お電話した方がいいですかね。ああ、ありがとうございました。はい。あ、山本さん、すいません。お世話になります。ありがとうございます。はい。ちょっと見ますね。メッセンジャーが。あ、ログインされてないですね。お電話の方がいいですかね。うん、そうです、そうです。あと1分 お待ちして かけてみましょうか。これなんかね、前はお電話をかけてもツイキャスの音声って止まらなかったんですけど、最近ね、電話中無音になってしまうんですよ。なので、もう少しお待ちしようか、かけようか、今、ちょっと悩んでおりまして。前はね、なんかこう、音声小さくなったけど、電話の音聞こえてましたよね。うん。コイン以外のアイテムには MP が付与されていて、それの合計が 1000MP を超えるとおすすめに上がりやすくなります。そうなんですね。コインは十分ありますので、もしよろしければコイン以外のアイテムを投げていただけるとありがたいです。すいません、マルさん、ありがとうございます。何も知らなくて申し訳ありません。アイテム、皆さんそれぞれの方、いただいている方に、まとめてのお礼で申し訳ありません。はい、売国道。あれ、黙読にしました。今日ね、皆さんにこの永井さんからぜひ、
なんて言うんですかね、川崎の、ね、条例についてももちろん皆さん、いろいろ思うところがあると思うんです。もちろん条例について賛成されてない方が、ほぼ全員だと思うんですが、なぜ条例が作られることになったのかということを、もしかして私も責任の一端はあったんではないだろうかぐらいの、ちょっとこの謙虚な気持ちで、永井さんのお話を聞いていただけるとありがたいです。と言いますのは、やっぱりスピーチと言いましても、ヘイトスピーチのスピーチですね、言論だと思うんですが、これは SNS に書き込まれるものも含まれます。はい。法務省の方でこういったものがヘイトスピーチになりますよというふうに、例を挙げてるんですが、その中にははっきり言うと、在日の方々に祖国にお帰りくださいと、くださいという丁寧な言葉をもってしてでも、日本から排除したいという、出て行ってほしいということを書くのは、これは正直引っかかります。そういうことを書いた覚えがありますという方 いませんでしょうか。私はもうツイッター見てたら、すごくそういうのを目にするんですね。で、これはね、明らかに敵行為になるんですね。敵を利する行為。敵に、言ったら応援を送ってることになるんですよ。なので、そういったツイートをされないように、ツイートを書かれましたら、有田さんのように変なことを書かないように、お電話かかってきて。もしもし。これで、ありがとうございます。もしもし。はい、はい。いかがですか？も長井しさんもの声し。聞こえますか？聞こえないですか？はい、私は長井さんの声聞こえてます。もしもし。あれ、聞こえてないみたいですね。聞こえますか？はい、聞こえます。書いた方がいいですか？こういうときっちょって、あ、すといません。シェリーさんの声、お声が聞こえないんですけれども。もしもし。皆さん、打つの早い方、再起動してくださいって書いていただいていいですか？聞こえてシおェリーりさまんのす。声が聞こえていないのですが、これ見えますかね？見えましたか、永井さん。これはシェリーさんのお声聞くにはどうしたらよろしいでしょうか。スマートフォンを すみません、焦って
さっきね、うまくいったのに、して、もう一度試してください。焦ると書き間違えますよね。あ、皆さん書くのが早い。お願いします。もしもし。はい、はい。長井さん見えますか？あ、コッペルさん。バイシェリー。申し訳ありませんが、あ、お電話の方がいいですかね。コメントも見えてないんですかね。ちょっとお電話お聞きしますね。今再起動したんですけれども、ちょっと待ってくださいね。もしもし。はい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 。再起動ということで、あれしてるんで、で、じゃあこれを一旦切ればよろしいんですね。はい。はい。本当申し訳ありません。あ、今ね、聞こえました。あ、私の声は聞こえました。はい。はい、はい。すいません。もしもし？はい、はい。もしもし。はい。あ、やっぱり聞こえてないですね。もしもし？やっぱり再起動してもらわないとダメだわ。もしもし、聞こえますか？ちょっともう一度じゃあ再起動してみます。はい、すいません。ね、イヤホン使われてないです、月さん。多分再起動していただいたら、あ、今。永井さん、今度はいかがでしょうか？あ、聞こえました。ああ、よかったです。あ、すいよまかっせたんです。ですいした。ません。はい、申し訳すいありまませせん。申ん。し訳ないです。最初なんかそういうなんかこう、設定が落ち着くまで、私の声ええ。がそちらに聞こえないっていう不具合がたまにあるんですね。すいあ、ま申しせん訳でありしません。た。ちょっと目はがい、ありが弱くとうございて、ます。申し訳ありません。こんいえいえ、ばんは。よろしくお願安いい心したしましまた。すいす。ません。よかったです。はい。どこまで、ちょっと今皆さんが書いてくださってた、読めなかったコメント遡っております。すいません。私の声がもはのい。すごくでかく入ってますって。あ、いえいえ、すいません、すいません。はい、ありがとうございます。あ、じゃあもう一回ご紹介からさせていただきます。はい、今日のゲストは、すべてのヘイトに反対する会、代表ですね。はい、永井由紀子さんに、共同代表です。あ、はい、共同代表ですね。山本ひろみさんとの共同代表を務められていらっしゃいます。永井由紀子さんにそうでおす。話をお伺いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。うまくいきました。はい、よかったです。皆さんのコメント大体読み返せました。ヘルミさんが先からですね、私はおまけですと。とんそでんなもこないとで書かす。れていますね。すいません。今日は永井さんに、ここにいらっしゃる方々、皆さん、どちらかというと、保守側というか右寄りな方が多いと思うんですが、そうですね、まずヘイトスピーチ、まあ全てのヘイトっていうのは、噛み砕いて、ご説明いただいてもよろしいでしょうか。すべてのヘイトに反対する会というのは、実は昨年の12月に川崎市で、ヘイトスピーチ条例というのが決まったんですね。
で、そのはい。時に、このヘイトスピーチ条例というのは、市町村の条例、いわゆる市町村の法律のようなものなんですけれども、この内容から言いますと、日本人が韓国ないし、その本邦外出身者に対して、何らかの、ヘイトを言うと、それが3回の警告を経て、氏名公表並びに、1万円からなんと50万円までの罰金が、罰則がつくという条例なんですね。で、これに反対して、昨年の11月に、立ち上げたのが、うちの会なんです。あ、ありがとうございます。今、声で出てますよね。はい。それで、ただ、この問題はですね、日本人の表現の自由、っていうのが相当侵害されてしまうということでありますので、で、ただうちの会では、三つの約束と言いますか、三つの なんて言うんでしょうね。三つの約束っていうか、三つの決まり事を決めてるんですけども、それをまず最初にちょっとご紹介させていただきたいんですが、すべてのヘイトにお願いいた反し対ますす。る会は、すべてのヘイトに反対しますというのが一つ。それから、偏った国の法案、それから自治体条例を見直しますというのが一つ。それから、日本人への偏ったヘイト条例には反対いたしますというのが目的なんですね。で、もともと、ちょっと簡単に説明しますと、2016年に、国の有田芳生議員と、それから自民党の西田昌司議員が、ヘイト規制法という法律を提案しまして、それが自民党も含めて賛成ということで、国の法律が決まってしまったんですが、その法律の最後に、自治体はこの法律に基づいて、条例を各々作るようにという一文が入ってるんですよ。で、それに基づいてできているのがこの、条例なんですね。だから、もともとはその国がその作ったがために、その条例が、を、あの、この国の法律を、盾にして、大手を振って、で、自治体が作るのが、このヘイトスピーチ条例ということが言えると思うんですよ。なるほど。で、この今、西田昌司ちょっとめって書いて今ありましね、たけど、今、永井さんがご紹介された、平成28年ですね。本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けそうたです。取り組みの推進に関する法律。これが、正式名称。ヘイトスピーチ規制法とかっていうふうに名前になってますが、こちら最後の方を見ていただくと、なるほど。ありますね。ございますでしょう。で、それが元になって、川崎では、このヘイト、国のヘイト規制法が決まったもう2ヶ月後には、この川崎で条例を作ろうという動きがあっ動たんできすよ、が。すでに。よええ。かったですね。なるほ早ど。いですよ。待っていでたすかから、のそよれうに。は、おそらく、これ、ちょっと話それますけども、12月に、昨年の12月12日に、川崎の市議会で、この条例が通ったんですけれども、私、その時、議会に行きまして、決まる段階を、全部傍聴したんですね。行かれたんですね。行きました。それで、その時に西田昌司が来ておりまして、で、私、その決まった後で西田さんに、西田議員に、これ、罰則がついているっていうのもおかしいんじゃないかっていうことを聞いたんですよ。そしたら西田昌司は、あ、ごめんなさい、西田昌司じゃなくて、有田芳生です。
有田芳生さんね。そうそうそう、有田芳生さんは。有田さんが直接有田さんに、川崎の、はい、まあ、川崎市の条例は罰則がついていると。まあ、で、これはおかしいんじゃないかと、おかしいんじゃないかと。有田さんに直接、はい、聞きました。はい。そしたらその有田芳生、で、はい、有田芳生がその時に言ったのが、もう当然ね、はい、その自治体では罰則付きということの条例を作るというのはもうすでに織り込み済みですと。すいません、大丈夫ですか？すいません。これ勝手に切れました。申し訳ありませんでした。永井さん、すいません。勝手にツイキャスやってないです。本当にふわっと切れたんです。永井さんすいません。ツイキャスが電波がちょっと手じゃないんですよ。本当に。やったときはやったと言います。切れちゃったんで、永井さんすいません。もう一回。メッセンジャーの URL から、コラボに上がってやってないって。聞こえますか？なんか勝手に切れちゃったんです。すいませんでした。聞こえます今。もう一回、折り込み済みですっていうところからお話ししていただいていいですか？はい、わかりました。はい。はい。聞こえてます今。大丈夫です。聞こえてます。大丈夫ですか？はい。じゃあ、有田芳生が、その政策、その制定された日に私に言った言葉は、はい、これは自治体では罰則がつくというのは最初から織り込み済みの法律として考えていると。なるほど。ということをはっきりもう明言しましたね。で、私その瞬間もう本当に引っ叩いてやろうかと思ったんですけども、まあ、そうもいかずということなんですが、それで永井さん、それまでにも有田さんとは顔見知りだったんでしょうか？いえ、違います。あ、違うんですね。ええ。あ、じゃあ、直接有田芳生議員ですねというふうにお声掛けに行かれたんですね。そうです、ええ。あ、そうですか。ええ。なるほど、予定調和というお答えでしたか。そうです。それで、はいはい、もう一つは問題はね、これが決まった段階で、自民党も含めて、この条例に賛成してるんですよ。はい。で、自民党を含めて、賛成して、この条例が決まったということなんですね。はい。だから私たちは普通自民党っていうのは保守系だからまさかこんなものは作らないよねって日本人のための党だよねって思っていたんですけども実はそうではなくて自民党自体もこの法律に賛成してるっていうことなんですよ。なるほど。で、それが一つとですね、それから有田芳生について言うと、はい、この有田芳生ってとんでもない議員じゃないですか。今、その拉致問題に関しても、はい、藤田さんにやってますよね。はい。罵詈雑言を、やってる議員で、はい、で、このヘイト、で、このヘイトに関しても、やはり同じことをやってるんですよね。結局その左翼を動かしながら、こういった条例を作り、なおかつそのヘイトを、逆に推進してるというか、自分たちはヘイトを言いたい放題っていう形を作っちゃってるんですよ。はい。はい。で、その元を作ったのが、その有田芳生であり、それから自民党で言えば西田昌司なんですよね。はい。で、これもう一つ、とてもこれ見過ごされがちなんですけども、はい。例えば、自治体の議員さんが選挙に出るときに、はい、例えば、外国人参政権は反対ですとか、それから、
なんていう、例えば教育法、教科書問題とか、はい、教育に関して、偏った教育はいけませんと、それから、といったようなことを政策として言った場合に、はい、この条例が決まっているところだと、即ヘイトになっちゃうわけですよね。はい、ヘイトとして訴えられる可能性がある。ということは、その決めてる議員さんも、自分たちの首を絞めてるわけですよ。そうですよね。ええ。うん、はい。ということは、政治家が、ね、政策を言えなくなっちゃう、言わなくなるのが、この、条例の怖さなんですよね。はい、わかります、わかります。ええ。うん。地方自治が、やりにくくなっていきますよね、どんどん。やりにくくっていうか、完全に崩壊しますよね。要するに日本人は物を言えなくなる。例えば、愛知トリエンナーレのようなことがあっても、それに関して、議員さんが何か言ったとすれば、それは、ヘイトですっていう認定をされて、3回訴えられてっていった場合に、50万円までの罰金が課されてしまうわけですよね。はい。だから結局その、日本人が日本人の首を絞めるために、わざわざ日本人が操られて作っているというのが、この法律の怖いところで、私以前に自治基本条例っていうのがありまして、その活動してたんですが、はい、1年間で自治基本条例っていうのが一番多いとして、400自治体が自治基本条例作ったんですね。で、それと同じように、ヘイト規制条例というのも、おそらくものすごい勢いで増えてくるんじゃないかと、私は思ってるんですよ。で、はい、今、川崎が決まったんですけども、次は相模原で制定予定だということで、はい、さらに福岡市でもこれを考えているということなんですが、はい、そうすると、政令市の中の3つが抑えられちゃうと、これはあと雪崩現象になっちゃうんですよね。私の知ってるところでしたら、例えば、大阪市が、はいはい、ヘイトスピーチを行った者に対する氏名を公表するというふうに、はい、条例規定しましたし、はい、香川県の観音寺市ですね、はい、そっちも罰則がありまして、川崎市よりは安いんですが、はい、5万円の過料ということで、はい、で他にも福岡市の他にも大和市とか、はい、結構あと東京で言うと豊島区とか、はい、その辺が危ないところですよね、今危険地域にいるという、はいはい、これね、ちょっと皆さんに見ていただきますね。はい、あ、ちょっとこれコラボ画面で隠れるんですが、これ法務省のホームページです。はい、はい、ヘイトスピーチって何って質問に対し、ヘイトスピーチに明確な定義はありませんが、はい、と始まっています。はい、はい、これ定義が定められてないものをですね、司法でもない行政がどうやってこれはヘイトスピーチですというふうに断定できるんでしょうかという疑問があるんですが、これですか、これ、はい、私は訴えた者勝ちになると思うんですね。例えば本邦外出身者が市に対して私はこのチラシを巻かれましたと、で外線で韓国人の優遇をやめてくださいっていうふうに言われて、ものすごく傷ついたと市側に訴えたとする、うん、そうすると市長はそれを取り上げて、はい、委員会にかけるんですよ。これはヘイトスピーチに当たるかどうかという。で、その委員会でこれは明らかにヘイトスピーチですねっていうことになると、そのヘイトスピーチという認定がされるということなんですよね。で、さらにこの、委員会にかけて多数決を取るということですかね。委員会の中で、現在川崎市では2名が、はい、過去2年間の中で、はい、ヘイトスピーチを、これはヘイトワードだっていうネットの書き込みがあって、
それが、今、認可にかけられてるんですね、現実に。あ、それはで、ネッこトれのは、書き込みについて、そうです。調し査か中っても、ことなんですね。なるほそうど。です。で、しかも、これはかなり前のものなんですよね。と、遡って、かけられてるっていうこと。遡ってるんですか？ええ、だから、すいません、それは、おかしいでしょ？あ、いえいえ、めちゃくちゃ例えでばすですもん。ね、これ、こういええ。ったものが、はい。この定められた条例によって、ヘイトスピーええ。チに当たるかどうか、まあ、これから運用していくにあたって、はい。例として過去のものを見ているのか、それとも対象、この条例の罰則対象として見ているのか、どちらなんでしょうか。これは明らかに一旦かける以上は罰則対象の前段階、3段階あるんですけども、その第1段階ということで、ですよね。それで、ワンアウトになっちゃうんですかね。もし、ワンアウト、これが明らかにヘイトですということになれば、イエローカードが出るわけです。え？それで、次にまた同じことをやって、た場合には2枚目のイエローカードができて、3回目に赤いカードが出るということになるわけですね。で、しかもこれは市長が川崎市の税金を使ってその監視委員会を作るわけですよ。そうですよね。そういうことです。よく車なんかでこれ違反してますよとか、駐車違反ですよとかって貼っつけてくのは、あれは民間団体が受け負ってますよね。はい。で、これは市から税金が降りているあれなんですけど、それと同じように、そういう団体を、まず市長が作って任命して、で、それが、例えば、あそこで街宣やるよとかっていうことになると、その団体の人を行かせるわけです。で、カメラに撮って、証拠を上げて、それを市の方に報告するわけなんですよね。はあ。ということは、それは税金で、川崎市の市民が払っている税金を、川崎市の市民税を払っていない人たちのために作ってるようなもんなんですよ。おかしいでしょ？まあ、それと、まあ、何人かの方が書かれてましたが、ええ。訴求法ですよね、これ。ただ、これはね、今、現在、審議中とのことで、結論が今出ていないんですよね。出てないから、まあ、ええ、出たら、その時には、これは訴求法ではないんですかという、抗議ができるということです。ええ。なるほど。ま、ただ、審議中ってことは、まあ、聞かれてるということなんですね。そうですね。もう上がっているということですよね。それが一つは。だから、例えば、凱旋をやるとか、チラシを撒くとか、それからそういった時に、はい、必ず市の関係者が見に来るわけですよね。はい、はい。で、凱旋をやるとき、まあ、普通は警察の許可を得て、例えば川崎の市役所の前でやりますとか、駅前でやりますという、届けを出して、凱旋をしますよね。はい、で、そのときに、当然、市の方はそれをつかむわけですから、はい、で、その段階で、その職員がもう、あらかじめ、カメラを用意して、そこで待っているということになるわけですよ。これね、はい、まあ、もちろん川崎とか、まあ、その各自治体に作られていってるのも問題なんですけど、はい、皆さんもう一つお気づきだと思うんですが、これ特定の国の出身の人々をと、そうです、はい、はい、これ書いてますね。特定の国ではわからないです、はい。まあ、例えばまあ、有名なところで言うと、アメリカでは、米軍の駐留がありますし、はい、その米軍関係者の方々にもご家族がいて、その方に対するヘイトもありますが、そういうものは対象にならないんじゃないかというふうに聞いてるんですが、これ特定の国って書くと、
さっぱり、濁たされだ、ててこれわかは、らないですよね。明は確い。に、これははい。っきり申し上げると、韓国ですよね。はい。で、この条例が決まって、制定、これが施行されたのが7月1日なんですけども、その時に、韓国人の団体が、この条例ができたということは、日本で初めてものすごくいい条例ができて安心して住めると。そしてこの条例は日本の宝の条例であると。だから全国に作ってほああ。しいということを記者会見で堂々と言ってるんですよね。ということは、想定として想定されるのは、特定国、特は、いわゆる特定国ですよね。我々が言う。そこが対象になってるわ私けたでちすがよ。言う特話ってなると、中国、韓国、北朝鮮とっはい。ていう3国になるんですそうです。が、はい。ええ。で、じゃあこでれがも、ね、例えば沖縄で決まったとして、沖縄でこの条例が決まって、ヤンキー切るとか、ヤンキーゴーホームとかってゴー言ったホーム場と合かに、ね、やってますよええ。ね。もっね、とそひれどいこはともおありそらまくす。対象にはならないと思うんですよ。でも彼らが言うレトリックというんですかね、ええ。マイノリティ少数派にはい。対してマジョリえティ大多数が攻撃するのがえ。ええ。取り締まるべきだって言ってる意味で言うと、日本の中はい。にいる、米軍関係者の方っていうのはマイノリティですよね。そうですね、ええ。ということにただ、なりますし、今ですね、なんこか、れちょっと、今、ちょっと見てたんですけども、例えば、愛田さんが大好きな国って書いてありますけども、引っ越したいっていうのがさっき 入ってたんですけど、実はね、次に決まる相模原へ、すでに団体様がお引越しされてるんですよ、住所だけ。相模原の方に住民を移されはてい。る方々がいる。あ、そうです。はい。すでに移してるんですね。で、ということは、相模原市民になるわけだから、それが議員さんに対して、こういうのをぜひ作ってくれっていう活動を始めるということですよ。でね、問題は、この条例を作るのは、議会で作るわけだから、我々がいくら叫ぼうが何しようが、議会で決まっちゃったらアウトなんですね。ということは、議員が鍵を握ってるわけです、この条例に関して。そうで決まするか、ね。決められるか、阻止できるかっていうのは。その肝心の議員さんが、動いてくれないことには、この条例っていうのはどんどん決まってっちゃうわけですよ。ああいう、なんていうんですかね、条例にしろ、法律にしろ、そういうものを決めるときにはですね、もう勉強し尽くしていただいて、しっかりとしても、持たれた方々がですね、専門家の方々を呼ばれて、長く勉強会などをされて、しっかりご理解いただいた上でやっていただけるなら、まだしも、あまり、不勉強なままで、市民の、言論を縛るような、拘束するようなものを作るっていうのは、これ大問題ですよね。いや、大問題で実す際にどよ。れほど勉強で、会ってされてるのかっていうのはご存知ですか？これ、勉強会というか、議員の方は、委員会があるんですね。例えば、男女共同参画委員会とか、文教委員会とかっていう形で、参加してる議員さんは、ある程度その内容を把握するんですよ。でも、他の議員さんは、ほとんど知らないと思うんですね。それで、この反対活動が起こったときに、川崎の例で言いますと、反対活動が起こった時点で、びっくりして、これまずいかなっていうので、最終段階、要するに、12月
12日に議会で決まったんですけども、確か11月頃かな、その時に初めて、まずい、まずいかもしれないねっていうことで、じゃあ、付帯決議つけましょうと。こういう事例が起こった時に、こういう注意しましょうね、みたいなのをつけたんですけども、何の役にも立たない。あれですね。それで議員さんはもともと、その国の上の方からの、例えば自民党議員であれば、国会の自民党からの、指示によって動くわけですよね。はい、そう、知らなくても、例えば国の方で、この国の議会でこの法律を通してる。要するに自民党が賛成して通した法律だから、それに逆らうのはまずいんじゃないとか、そうすると自民党の公認もらえなくなっちゃうんじゃないかとか、いろんな思惑があると思うんですよ。だからそういったことで。心配だけじゃなくて。はい。そう。そうすると、まあ、もちろんね、ご自身の票の心配とか、まあ、ねえ、気持ちはわかりますけど、そうですか。だからそういう議員さんが、結構いらっしゃるわけですよね。はい、はい。で、決まってっちゃうっていう形になるんですね。それで、この罰則付き、罰金がつきますよっていうのは川崎が初めてなんですよ。で、他のところは、ヘイト条例があっても、罰金まではついてないんですね。はい、ただ大阪なんかは氏名公表したりなんかしてますけども、はい、うんうん、そうするとその罰金がつくっていうことでよりパワフルな条例になっちゃうわけですよね。と、罰金50万円払えないからじゃあ言うのやめとこうかなとか当然なりますよね。またそのなんて言うんですかね、これなんて言ったらいいんですかね。もうなんか、もう、すいません、私も。なんとも言い難いですよね。罰金が嫌で止めることですかね。はい、例えば普通の人って、市役所とかの広報誌って来ますよね。はい。市の広報誌とか。ええ、来ますね。いろんなお知らせが。でね、まあ、ええ、自治会とかでね、配ったりとかもあると思うんですけど、来ますね。ええ、おそらく、はい、どの自治体でもそういうのを作ってると思うんですけど、それを、はい、私もその自治基本庁でやるまでは、読んだことないんですよ、はい。なんか来てるなっていうだけで、うんうん、もうそのまま新聞、まあね、新聞と一緒に、読まないですよね。読まないですよね。で、そこには、はい、ちょこっと書かれてはいるんですね。例えばこういうのを作りますよと。ただ、新聞なんかでも、新聞とかテレビ、ラジオでも、メディアでも、国のことは、例えば、こういうのができるとか、これは、あれとかっていう話題で取り上げてくれるんだけれども、自治体のものに関しては、メディアはまず取り上げてくれないから、そうそう、ほとんどの人が知らないんですよ。で、その知らないというところが、その、さよくんにとっては、すごく美味しいところなんですね。言い方変ですけど。わかります。そこでやりたい放題で議員を、引き込んで、票になりますせ、みたいな感じで、なっちゃうわけですよ。で、特に有田芳生なんかは、このヘイトに関しては、はい、自分はもうめちゃくちゃヘイト議員でありながら、そのヘイト条例を作ってるっていうね。そこに対して自分、はい、何のその通用も感じてないっていうかね、この有田芳生に関しては。確かに、特定の国の方々に対しては、ヘイトはおっしゃってないと思いますよ。日本人でも言わない、北朝鮮のね、一番上の方のことを最高尊厳と、はい。そうそう。言ってますよね。ねえ、もちろん、特定の国に関しては、おっしゃってないと思います。ただ、ねえ、本当であれば、ね、一票投じてもらってるはずの、
日本国民に対してははい。ちょっとね、そうなんです。こ考れえね、られないような。本当言うとね、これヘイト条例って、ただ単にヘイトだけに、関わってくるかっていうと、決してそうではなくって、あらゆる面で関わってくるんですね。例えば議員が教育に関して何も言えなくなってくる可能性があるとか、それから外国人労働者問題とか、そういった問題に対して議員が同じく言えなくなってくるとか、それから全ての面で、入管法に関してもそうですよね。と、これは単にヘイト条例、これはいけませんっていうのではなくて、すべての面で関わってくるから、この条例というのは一つの典型的な日本を崩していくという、日本崩しの一個の例であるんですよね。ということはね、これは単にヘイト条例で罰金がつきますということだけではなくて、日本が解体されていく、日本が崩されていくっていう、憲兵の条例なんですよ。だから怖いんですよね。だから阻止しなきゃいけないんですよ。物言えの社会ですね。恐ろしいですね。さっき山本ひろみさんが拉致被害者奪還とか、その北朝鮮批判もできなくなる可能性があるって書かれてて、できなくもうなりそうまなっすよたらね。私は断固戦いますけれども、だから本当に世の中には、戦うと言っても、戦う。条例決めるのは結局自治体議員なので、自治体議員をどう動かすかっていうことなんですよね、結局、とどのつまり。で、皆さん、自治体のこと、自分の足元のことはほとんど、見ていない、知らないことが多いので、すごくチェックをしていただきたい、市の広報は見てほしいというのが一つと、それから、自分の自治体の議員さんの、自分の、選挙区で出てる議員さんの名前も知らない方多いと思うんですね。だから、そこからまず始めましょうというのが一つあるんですけども、もう一つは、これ知らない人があまりにも多いので、うちの会では今本も作っ、本を、本の、も作っているんですよ。で、書籍を、それは編集中、ええ。9月に出版予定と聞いてるんですが、はい。来ちょっ月と、出版。少し遅れそうなんですけれども、そうなんですね。まあ、こういうコロはナい。禍のこともあり。コロナ禍のこともあるのと、それからもう一つは、今、法律的なこととか、そのあたりを非常にチェックをしている状態でして、で、そうすると、やはりそのチェックの時間を取っとかないと、この本というのは、左翼から見ればとんでもない本になっちゃうわけですよね。で、これはいろんなあらゆる面から、そのヘイトとヘイト条例っていうのを、語っていただいてる著者の方に、執筆者の方に語っていただいてる本なので、左翼からの攻撃もあるということを予想して作らなければいけないわけです。で、そういったそうこでとにすも時ね。間が、かかるということと、それから、なるほど。チェックが丁寧にやらないとってことですね。なるほど。そうですね。で、うちの会は、もともとその自治体条例だけではなくて、最終的にというか、もう一つは、国の法律に関しても、きちんとものを言いたい。あるいはその撤廃する。あるいは、変えていくという形の活動もしていきたいんですよ。なるほど。見直す方向にも、リセットされる方向に持っていきたいと。で、ここのく、これ、これは私たちは日本人なので、日本人のための議員であってほしいんですよね。
でも現実にはその韓国特定国の国のための議員ね、その議員活動をしてその条例を作っているっていういびつさに議員自身が気がついてんのか気がついていないのか、そこが私不思議でしょうがないんですよ。要するに自分たちの将来的に政策に関しても言えなくなってしまう、言ったらまずい、言ったらそのヘイトだって言われて票が減ってしまうとか、文句が来るとか、ビラ撒かれるとか、こいつはこうだって言われちゃうとかっていうことをもし議員さんが考えてたらとしたですよ、したらですよ、そんなおかしな議員を、落とせっていうことですよね。落としちゃえっても、次の選挙で。でそういうこともやって、ね、マラサンジさん、じわじわと国家間が壊されていく。だからね、この出される本の今タイトル、この感じになりそうですか。ヘイトが日本を滅ぼす。はい、タイトル的にはこういう感じになります。はい、で、ここに出ていらっしゃる、この執筆者の方々は、はい、今、原稿をお書きいただいている方々なんですが、いずれもその、ヘイトに関しては、山岡哲秀先生は、うちの会の顧問もやっていらし、お願いしているし、その理論的な、っていうか、考え方に関しても、非常に、お世話になっているというか、教えてもらったりなんかしてるんですけども、その他にも、はい、例えば、弁護士の先生であるとか、それから、はい、まあ、国家間の問題だとかっていろんなことを、いろんなこのヘイトに関するあらゆる面から、ヘイトというのは一体何だろうかということをご執筆いただいてるんですね。ですので、この本は、非常に本当に力を入れて、多少出版が遅れたとしても、それなりの、インパクトがある本になると、うちの会では自負しているんです、はい、ですので慎重には慎重を期した上で、はいはい、本当にしっかりした内容で敵がギョッとするような本にしたいというのは思っているところなんですよね。あ、はい、わかりました。じゃあ皆さんでこう、出来上がるのを楽しみに待ちましょう。はい、そうですね。坂東さんもね、執筆されております。はいはい、あと訴求法みたいなのとかがあったら、ええ、下手したらなんて言うんですかね、その事実を書いていても、例えば、はい、韓国のこういうところがけしからんとかって書いてるような本とか、ええ、そういうのまで取り締まりの対象になったりするのかな。怖いですね、本当に。怖いですよね。で、それともう一つね、これちょっと、これだけはちょっと皆さんにお伝えしておきたいなと思ったのが、実はこの本、はい、この本だけではなくて、はい、例えば裁判で訴えれば勝てるでしょとかって、おっしゃる方も結構いらっしゃるんですね。これおかしいから法律的に勝てるんじゃないかとか、はいはい、ただその実現性のあるやり方でうちの会はやっていきますということなんですね。例えば裁判をやると勝てるかもしれない、しかしそのための費用とか時間とかっていうことを考えると現実的な問題ではないということが一つ、それからこれは例えば今度相模原で決まるといった場合に、じゃあ相模原でガンガン凱旋しよう、チラシ巻きをしよう、これをやろうっていう行動でやったとしても、逆にやっぱりヘイト団体なんじゃないかって言われちゃう可能性もあるということになると、我々の会では、うちの会では凱旋はまずいたしません、それからヘイトに対してヘイトでは答えません、ヘイトは使いませんということを徹底的に守ろうという形で活動しているんですね。はい、わかりますよ。ですので、はい、これは本当にまあ、向こうでいろんなカウンターという人が出動しにくくなるような体制でやっていこうということですね。はい、そうです。で、もともとはその、川崎なんかでも
特に問題はなかったのが、やはりそのヘイトに関する、うん、殴り込みとかいろいろな問題があったことが、アレンジされちゃってるんですよ。リムされちゃってるんですね。そうですね。私が、まあ、なぜ川崎市がっていうふうに今質問もありましたが、はい、まあ、川崎に在日の方が住まれているのも、まあ、多い町だっていうのと、はい、その川崎の駅前で、はい、ちょっと過激な街宣活動に対して、はい、それを、なんていうんですかね、ヘイトスピーチやめろっていう感じで、カウンターする方が来て、駅前での騒ぎがすごく、あったので、ありましたよね。はい。で、それに対してこう、直接の、動機づけになっちゃってるという面があるんですね。やっぱりあるんですね。あります。はい。うんうん、で、そこの外線に来られてる人とか、はい、外線してる人、攻撃してる人っていうのは、まあ、はい、どう言ったらいいんでしょう。調べたことはないですけれども、川崎市民じゃない可能性も多々ありますよね。ほとんどが最初の段階は川崎市民じゃなかったんですよ。はい、あ、やっぱりそうですよね。となると、これもまたその沖縄の反基地活動じゃないですけど、同じ県外から来て沖縄で騒ぐ、ね、まあ、迷惑者といいますか、はい、その町の人は静かに、過ごしたいのに、よそから来てわーわー勝手に騒いで、ああ行ったこう行ったみたいな感じでやられたら、そりゃあね、これなんとかしなきゃっていう、腰も上げなきゃっていう、ね、思っちゃいますよね。理由付けにもなってしまうわけですよね。はい。うん、だから結局その理由を与えないっていうことも一つの方法だと私は思うんですね。はい。その相手に隙を与えない。はい、あくまでもうちの会は理論的に、はい、議員さんを中心にというか、議員さんに自覚してもらう。議員さん自身が自覚をしないと、これは議員自身の首を絞める問題でもあるので、そこにも気がついてほしいというのと、それからさっきヘルミさんも書いてたんですけども、議員が情けないと、はい、そういう議員を選んでしまう市民も情けないと、いうことなんですけども、その、普通、まあ自治体選挙の場合にほとんど知らないわけだから、例えば、私の知ってる議員さんだと、選挙の前になると、はい、朝駅でおはようございますって言ってるだけで通っちゃうとか。なるほど、なるほど。そういう方もいらっしゃるわけですよね。はい、と実際にそのどういう政策をしてるかとかっていうのは問題ではなくて、顔見知りとかっていう形になってしまうと。そうですね。当選回数だったり、まあね、どこの党の方かとか、その程度で、こう、じっくりその人の、はい、政治姿勢についてとか、普段の取り組み、何をされてきたかを読み込むっていうことまで、なかなかしない人が多いんじゃないかなと思います、ね。そうなんですよね。一個、ちょっと自治基本条例に関して、ちょっとお話してもいいですか？どうぞ、はい。実は私、東村山市に住んでるんですけども、東村山市で自治基本条例というのが決まりそうだっていうことがあったんですね。で、その時に、自民党はおそらく反対してくれるだろうと、私は思ってたわけです。こんなおかしなことがっていうので。ところが、最終段階で自民党からこれを通せということができて、夜中の11時過ぎに、自民党の県連、それから自民党本部から、これ通しなさいという来て、阻止できかけたところで、最終的に決まっちゃったんですよ。もう、ほとんど阻止できる、ま、否決できるはずが、はい。
最終段階でもうそうなんで逆す。転ええ。負けしちゃったってことで逆す転ね。しなた。るほど。そうです。ええ。だから、その時も私、非常に悔しい思いしたんですけれども、でも、その時の自治基本条例よりは、今回のヘイト条例の方が、内容はひどいですよね。さらに、日本解体というか、もう日本を、そこからもう崩してしまおうというね、明らかな意図が入った条例だと私は思ってるんですね。これがこのまま通っていくと、日本は完全に他の問題も含めて、今特にマイノリティがマジョリティになっちゃうっていう傾向ありますよね。マイノリティこそが今強いんだよっていう。強いんですよね。ね、強いでしょ？で、それが、今、玲子さんがどのような動きがあったのでしょうね。つまり、自民党が、これは自治基本条例に関してでしょうか？そうです。さっきの。自治基自本条民例に党関のしてで方すね。が、反対しないというこれ風はだったね、ってことですよね。実はね、リベラル系の方が反対したんですよ。意外なことに。それで、それはなぜかというと、内容がしっかりしてないからということだったんですね。ただ、その議員さんが反対してくれて、自民党会派の中の2名ほどがやはり反対してくれたんですよ。それで、最終的にその決議を取るときに、非常に強く反対してくれて、おそらくこれはもう大丈夫ですよって、もうこれ阻止されますからって、リベラル系の方が私に伝えてくれたんですよね。ところが、それが、休憩取りますということになって、それが夜の11時段階ですよね。で、10分間の休憩があった中で、反対してると思われた自民党が賛成して、これが決まっちゃったんです。ひっくりで、そ返っれちはゃっなたんぜでかっすていうね。と、ええ、まず、都議連が上にお伺い立てたんですね。どうしましょうかと。どうしましょうかと。それで、市議連東京、があおの、伺いってええ、ことは本部の方でしはょうい。か。そうですね。それで、国の方から、これは通せと、いうことが来て、通っちゃったという例があるんですね。だから私は 自民党だからといって安心できるものではないということなんですよね。そうですね。本当にそうなんですそうなんですよ。よ。よくわかりますよ。だから、その議員さんも、本当に個人の資質というか、その個人のあれを見ていかないと、どういうことをやってるかとかっていうのを本当にチェックしないと、本当にはーって感じですよね。で、ちなみに反対してくれた自民党の議員さんは、後に自民党会派をクビになりました。ということですね。はい。もうクビになるぐらいだったらね、その時ええ。も反発してもらって っていや、うのは、後の祭りの話なんですけいど。や、その時に反対したからこそ、クビになっちゃったんでしょうけどね、自民党会派から、クビになったということなんですけども、だけど、それを、あえて押しても、やはり、例えばこのヘイトスピーチ条例に関しても、自分の議員としての矜持とか、議員としての何が大事なのかっていうね、国家観に基づいた上で、きっちりと反対してくれないと困るんですね。それが議員さんじゃないですか。それが議員の仕事でしょ？ところが、現実には次の選挙でもしかしたら反対すると、ヘイトっていけないことだよねっていう、上っ面のことだけで、中身もよくわからない、勉強もしないで、
これはヘイトスピーチって国も言ってるし、やっぱまずいよねっていう形で、じゃあこれは通しましょうっていう形で、っていう不和雷動の議員さんがいかに多いことかっていうことですよね。もう少し突っ込んだお話をしたいと思うんですが、はいはい、まあ、はっきり名前を出しますが、はい、国連の方からこういうヘイトスピーチを制定するようにという勧告を日本は何年間もずっと受けてました。受けてます。はい、そうですね、はい、ええ、でその時に、ええ、なぜ日本の中でヘイトスピーチを規制しなさいという勧告を受けていたかの、はい、まあ、相手方の、言い分として使われたのが、まあ、はい、在特会がかつて過激な、そうです、はい、ええ、はい、あの活動をしていたものですよね、ええ、はい、ええ、でこれね、皆さんよく考えていただきたいんですよ。さっきからあのね、永井さんもおっしゃってるように、はい、私たちがあの自分の国を守るために、闇雲に相手を攻撃するということがいかに危ないかと。そうです、うん、本当にそうなんです、はい、でしかもですね、はい、これあの国連はあの2018年にこの国の法律が決まりましたよね。その後でも、その後の段階でも、はい、日本に対してその日本ではそのやっと国の法律が決まったけれども、これは手ぬるいというね、勧告をもう一度出してるんですよ。はい、まあそれがね、政府側の、あの、まあ、目標ですからね。そうです、だからもう本当にあの、はいはい、左翼はそうやって一生懸命っていうか活動していて、あの活動をもう続々と継続して、その国連を使って、国連っていうのがそもそもその国連に駆け込む人たち、あの放送法の時もあったんですけども、国連から来た人たちっていうのがありましたけれども、その国連から、あの国連を盾にして国連は正義の味方みたいな日本人のその幻想を利用してやってますよね。それでこのヘイトに関しても一番先に声を上げたのがあの山岡哲秀さんで、あの西田昌司議員に対して公開質問状を出しているんですね。はい、でそれに対して西田議員はあの、はい、答えていないんですよ。で最終的に答えたのが、はい、あのこれはあの自治体の条例であるから、その例えばあの自治体条例に関してはそれぞれの自治体が決めるべき問題で、国会議員が口を出すべき問題ではないというふうに言ってるんですね。おー、でもそれってすごく卑怯じゃないですか。そうですか、奇弁ですね、はい、奇弁ですよ、うん、それで、はい、その時にねあのそういうところは影響力がないみたいなこと言っちゃうんですか。なるほど、そうなんですよ、うん、だからあのその議員として一体どうなのっていうのはね、その有田芳生とこの西田昌司のあの2名は私永久戦犯だと思ってるんですよね。そうですか。ね、まあ皆さん、今コメントの方を見てますけれども、はい、さっきね、まあ国連からの勧告に使われた在特会側の過激な映像とかですね、はい、そういうものが、人権委員会の下で流されたわけなんですが、皆さん考えてみてください。いくら勧告を受けようと、日本全国民の人口からですね、在特会のその過激な活動した人って一体何パーセントだと思いますか。本当ですよ ね、 1億2000万人いて、そういうことをあの声高に言われてた人って何人でしょう。100人いますか。いないですよね。本当そう思います。それと100人ぐらいいるのかな、でもそれだとしても、本当 何パーセントになります。あのね、さらにね、これちょっともう一つ申し上げると、はい、相模原氏がなぜこういうのを作らなければならないんですかと
私、相模原市に聞いたんですよ。問い合わせしたんです。はい。で、その時の答えは、ほんとびっくりなんですけど、相模原市では、はい、その、いわゆるヘイトを言っている、はい。政党の人が、はい。はい。自治体議員に立候補しましたと。それも理由の一つですって言われて、ええー、って。そうですか。ええって。あ、笑っちゃうような答えなんです。市の、市議会選とかに、はい。まあ、はっきり言いますけど、日本第一党の方とかが立候補されたってことですか？そうです、ええ。はい、それも、でも、それは、立候補の自由はあるんじゃないんでしょうか？ありますよ。ありますけれども、はい、その人たちが入られちゃったら困ると。はい、だから今のうちに、作っておきましょうっていうのも一つの理由だというふうにね、聞きました。というのは、相模原市ってそんなにヘイトの問題ってなかったんですよ。うん、うん。例えば川崎の場合は、まあ、はい、在日の方が住んでるのが多いというのはありますよね。はい。元々の。コリアンタウンとかもありますね。ええ、コリアンタウンとかありますよね。うん、はい、で、そういう問題が、川崎の場合にはあったんですけども、相模原市の場合には、はい、そういう問題っていうのは特になかったんですね。うん。うん、で、それがなぜ、作らなきゃいけないかっていうと、やはりその問題も一つあると。はい、それからさらに、相模原市の問題として、これ、これは具体的に、証拠があってではないんですが、はい、市長が、本村市長に変わったんですね。はい。で、元民主党の議員さんなんですけども、はい。その本村さん変わった時に、前の市長さんは自民系で、これが相模原市を政令市に、政令市にしたりとか、相模原駅前をあれしたいとかっていうので、非常に市を大きくした功績をお持ちの議員さんなんですよ。ということは逆に本村さんとしては、目玉になることが何か必要になりますよね。目玉政策が。で、それもあるんじゃないかというのは、あるというのが一つと、この本村市長は、まあ、川崎の福田市長と非常に仲がよろしいという、こともあるんじゃないかと思うんですよね。で、一番乗りは川崎にされてしまったから、じゃあ二番手でもいいから作ろうかという、こともあるんじゃないかと。で、まあ、本村市で、苦しい言い分ですがね、自治体の言い分も、制定理由については、問題がなかったところまで、なぜ作らなきゃいけないかと言われたら、まあ、そういうことまで理由付けに持ってこられたってことですね。そうですね。それと今、本村市長が、ツイッターで結構出回ってるんですけども、本村市長が、献金疑惑で、週刊誌で出たりなんかしたんですけども、で、その時に、じゃあその問題とヘイトスピーチを止めようというのを一緒にやってガンガン攻撃しましょうという、意見が結構あるんですね。で、これ私この、Facebook とホームページにも書いたんですけども、全くこれ別です。別の問題です。はい。はい。はい。で、本村市長の献金の疑惑と、うちは全く関係、を持ちませんので、一緒にしましょうということは、はい、控えていただきたいなと思います。はい。はい。その通りですよね。はい。はい。ですので、そういうことを、まあ、理由にされかねないのが、このヘイト条例で気をつけなければいけないところだと思うんですけども、やはり、ちっちゃなことから、その穴をうがっていくんで、だからそこを一番本当に気をつけたいなと思ってるんです。
何が口実にされるかわからない。で、このヘイそうトにで関すしよてね。も、日本はそのヘイト認定国に国連によってされちゃってますよね。で、それをまた、ヘイト認定国でしょっていうことをまた挙げられて、ガンガン作られちゃったときに、日本人が自分の税金を使って、この日本人の表現を、表現の自由を奪うことをはい、作っちゃってるんですよ。まあなんかこう好きですよね、世界的な流れに、ええ。日本は遅れてるとかって言われると、ああそうなのはかい。なみたいに そうなんですよね。だから国連が正義の味方だったのは、ゴジラの映画の中ぐらいですよね。本当に。さっきの話に戻すんじゃないですけど、そはい。の日本中でそういうね、過激なデモとか え凱旋でもうちょっとね、私たちから見てもそれはダメだえ。はい。ろうっていう言葉を使われてた人っていうのが、もう何て言うんですかね、もっと大多数の方だったらそれは大問題だと思うんですね。はい。でそうですもよ明らね。かに本当に一握りの、ええ。ね、あなたのはい。周りには多分いないと思うんですね、皆さん聞かれてる方の。そういう人たちがやった言動が全責任ですか。はい。そこはね、国連人権委員会からそういう勧告されても、ほとんどの日本人はこういうことはしていないんだという反面、なんていうんですかね、正当な反論できなかったんでしょうかね。できないんでそすよこがね。日本っ悔てやま国れ連まにすよ本ね。当に弱いですよね。で、皆さん、これはまあ今から永井さんのおはい。考えもお聞きしますが、皆さん SNS に書かれてることっていうのは、お顔を出されて、はい。実際に人前に出てもそのことを言える、私は同じことを言えるっていうことを書かれてますか？いかがですか？ね、ネットで匿名だから書けてるけど、ええ。表に出て顔を出ししたら言えないようなことを書いてるってことはないでしょうか？そういうツイッターで、ええ。書かれる暴言なんかも、もちろん相手方にとったら、そのね、日本人の言論の自由を奪いたいえ側にとったら、え。はそい。れはもう攻撃の武器になっちゃうんですよ。そうなんですよね。本当に美味しい餌をあげてることになっ与えちてゃるうんようですなよものでね。すよね。ええ。なので、だもうからで皆きされんばもぜひ。うちの会もヘイトワードは使わないとか、相手の、なんていうんですか、みっともない攻撃とか、やみくもに攻撃するとかっていうことではなくて、きちんと理論に基づいて、議員に働きかけて、この条例を作らせないような形で、活動していきたいなと思うんですよね。で、これは同時もうに、皆さん、賛成してください。皆さんにも本当にお願いしたいです。もわかう、りま暴し言た。はやめてくださいと。それから、賛成して、それとですね、うちの会で、今、やはり市民さんで随分、これ応援したいとかって言ってくださる方がどんどん増えてきてまして、で、市民のグループと、それから、議員さんのグループもいるんですね。この条例に反対している議員さんのグループと、それから、あと、文化人評論家の方々のグループと、歩調を揃えて、この反対活動をしていきたいなと思ってるんです。わかりました。はい。今日永井さんのね、お話を聞かせていただいて、皆さんも、これはこのままじゃ本当にまずいし、日本のね、ええ。ええ。
自治体の条例にしろ、もう元になった国の、法律にしろ、これは、撤回もしくは是正という形で、今のままでは良くないな、これはちょっと直してもらえるように、しっかり議員さんたちに立法府でね、私たちは付託してますから、間接民主主義ですから、議員さんにやってもらうしかないですから、そうなんですね。変えていただけるようにね、動いてもらう動きが始まらないかなというふうに、皆さんじーっとしてても、これは始まらないと思います。やっぱり永井さんたちのように、なんとかしようということで、立ち上がった会を、応援させていただいたり、紹介していただいたり、で、またその他に私たちが、一体どういったことが、永井さんたちの応援になりますか？応援というか、もちろん同志なんですけど。一つはですね、まず、すべてのヘイトに反対する会というのホームページがあります。で、そのホームページを見ていただいて、これからちょっとどんどん発信していこうと思ってるんですけども、一つは本の制作、本をできればお買い上げいただきたいというのが ありますけれども、それと別に小冊子、薄い小冊子を、これから、制作をいたしますので、それは、いろんなところでどんどん配っていこうと思ってるんですね。で、それと、もうああ、一なるつほど。は、自分の自治体の議員さんのお名前と、それから、これは、票を持ってる強い人ですから、例えば、特に相模原の市民の方には、相模原、の、議員さん、自分のところの議員さんに、どんどん発信してほしいんですね。どう思ってますかなるほと。ど。はい、はい。で、これは票になる話なので、議員さんも、内容は知らなくても、票には敏感なので、こんなこと言ったら怒られちゃいますけど、そうじゃない議員さんもいらっしゃいいえいえ、ますもけちどろん。ね。そりゃでも、そうですよね。票には敏感なので、逆に、そこを、言っていただきたいなと。で、我々は私たちはその反対活動をするときに、まず議員さんが肝になるっていうことと、それから、なぜその議員さんがやらなきゃいけないかっていうことを議員さん自身に理解してもらうことが必要だと思ってます。で、そのために本当は議員の勉強会だとかいろいろやっていきたいんですが、コロナとか、いろんな思惑とかが、こう絡み合っているようでございますので、その辺うまく、まだ進行してないんですけども、これからは本当に、議員さん自身が分かってくれないと、逆に自分たちの首を絞めてしまう、日本を滅ぼしてしまうのに、手を貸すことになっちゃうんですね。そうですよね。今ほら、いろんな方面で、もう、左翼が非常に強くなってるじゃないですか。そうですね。ね、ね、発信力もあるし、組織力もあるし、資金的にも、資金も潤沢ね、だ潤しっ沢ていうだこしとね。で、潤沢でね、羨ましい限りはでい、すけど、ねでもね、で、例えばいろんな問題で、例えば国の議員さんなんかでも、この人はありえないだろうっていう人が結構いますよね。います。ね、拉致に関してもそうじゃないですか。拉致なんか特にそういうことが、ありますでしょう。ります。ありますよたね、くそれ。さんあります。ありますよね、それで。しかもそれが、堂々と議員をやっていて、それに関しての自分は何も答えない。しかし、人には答えなさいって言うとかね。めちゃくちゃじゃないですか。で、雑誌恐とろかしいで女す。性週刊誌とかそういうのもあれなんですけど、例えば、
皇室なんかもそうなんですよね。今、非常に危ないなと思っているのは、この間ちょっと取材したんですが、奥田愛樹って覚えてます？あ、覚えてますよ。シールズ覚えのてまね。す？はい。シールズの。はいはい。奥田はい。愛樹のお父さんというのが、天は皇い。陛下に、貧困の問題に関しての、ご進行っていうか、講義をしてるんですよ。はい。あ、はい。見ました。ネットの方で知りましええ。た。はそれっい。ておかしくないですか？いや、その、びっくりしましたよ。は講い。義をした方は、天皇制反対を唱えてた方なんですよ。陛下のに、こええ。の人をという、はい。人選されたということはなくて、宮え内庁の方が選んだのが、え。いや、選んだのはね、はい、はい。宮内庁じゃないんです。これあ、そうなんで私すちょっとか。いずれちょっと記事になると思いますけど、大和新聞の方で、出してますのはで、い。読んでいただきたいんですが、これはもう、本当に各省庁が、もうこういった問はい。題でもそうなんですけども、もう完全に毒されている状態が、一部あるんですね。はい。はい。で、そういうことからも始まって、左翼側のその活動というのが、非常にもう、各省庁をはじめ、この間の教科書問題もそうですけども、もう浸透しちゃってるんですよ。だからそこで、少なくとも、この問題の中の一つである、この条例は、発言の自由を完全に遮断してしまうものなので、止めなければいけないという、ものすごく私それ、強く思ってるんですね。ああ、そうなんですね。あ、宮ええ。内庁じゃなかったんですね。宮内庁じゃないんです。決めるのは宮内庁は、了解を与えるだけの部署で、提自治案体すがるの省は庁が、別の部署ですテか？ィアンスのは、なるそうほなんでど。す、だからそういうことを考えても、もういかにそはい。の、日本が、その解体へ解体へと向かっていってるかっていうのが、本当にもう最近ね、大丈夫なのかなと、30年後どうなってるんだろうって、悩んじゃいますよね。すいません、突っ込んで、文科省ですはか？い。ではなく。あの、厚生省です。ああ、そうですか。ええ。そうなんですね。ええ。ああ、でも、貧困そなうのじゃで、な貧いんで困し問ょう題か。なので、ああ、そうですね。なるほど。ええ。でも、その、皇室に対して、反対されてる人が、はい。ええ。陛下と話されてどうだったんでしょうね。ですよね。どうなんでしょうね。お父さんどのようええ。な、なかなかお話しできない方とお会いになって、実際に会われてみたら、自分のお考えに何か変化とかもあったんでしょうか。わからないんですよね。で、陛下は絶対に、その自分の考えとか、この人やめてくださいとかって、おっしゃれない立場にありますから、そういうところを、結構左翼は利用していくんですよね。もうため息がいっぱい出ますが、すいません。いや、本当ね、すいもうません。私はこの、もうこんな時間になってしまった。永井さん、怒ちょっりにとかだられてるんでけ、すけど、はい。5分か10分ほど質はい。問タイムっていただいてもいいですか？はい、大丈夫です。皆さん、今日永井由紀子さんにね、いろいろ言論の自由がもう自分たちで自分、ね、日本の、各地方議員さん、国会議員さん含め議員さんがね、自分たち日本人の言論の自由を狭める方向に、いろんな法律や、地方、何でしたっけ、はい。もう、いろいろ取言り論を決始めめとを、しても、ええ。進めているということで、はい。
はい、永井さんにお聞きしたいことがありましたら、質問というふうに書いて、ご質問の方してください。コメント書いてください。はい。今、勤労奉あ、仕をした方がいいよっ翔子てさん、ありがありとうまごしざた。います。これね、いえいえ、本あり当がでとうごす。ざいます。なんか、すごく勇気のある、勇気のいるコメントだったと思います。そんな、すいません、申し訳ありません。全然責めてるつもりはないんですが。はい、ありがとうございます。難しいですよね。だから、やられてるからやり返すっていうのは、もちろんね、ものすごく気持ちはわかるんです。ものすごくわかるんです。で、私も、普段で、もっと言葉は すいません、汚いです。でも、なんて言うんですかね、ツイキャスの時は、なるべく丁寧に綺麗な言葉でお話ししようと心がけてますが、まあ、時々血が出てると思うんですが、まあ、それというの私ももですね、同じです。それというのもですね、この拉致問題のことをやってる人間が、ヘイトをやってるっていうふうに言われてしまうと、なんて言うんでしょう、啓蒙啓発が反対に、拉致問題のことを一生懸命やってこられた方の足を引っ張ることになってしまったり、ご迷惑をかけることになってしまったりするとまずいという気持ちから、極力極力きれいなお言葉で丁寧にお話しして、相手に揚げ足取られないようにというふうに思ってるんですね。だから皆さんも SNS とかに書かれる時に、これから、仲間のためにと、日本のこれからの自由な、ね、世界を守るために、カーッとなっても、あんまりこう、なんて言うんですかね、まあもちろんね、こんなん言ったらダメなんですが、まあ死ねとかね、そういう本当に暴言は書かないように気をつけてくだそうさでいすね。よね。で、ただ、元は、これ篠原、先生がおっしゃってるんですけども、元は一つなんですよね。元は一つで、その人たちがこう、ガンガン一緒になって動いてる。で、そういうグループと、接触というか、が、活動してるっていうのは事実なんですよね。だからそれが本当に日本の場合大成功してるんじゃないですか。なるほど。それがものすごく悔しいし、もう私もよくうちの幹事長の土屋隆之先生に「永井さん今怒ってるでしょ」って言われるんですああ、けど、そうなんですね。怒ってるとかって言われるんですけど、私も怒ってます。非常に丁寧な、なんていうんですかね、書き方で、すごく丁寧語で書いてるときは、ツイッターで怒っておりますので すごく怒ってる時ほど、より丁寧にやるというやり方を皆さんぜひ一緒にやりませんそうか？ですね。とにかく倍返ししようと思うと、それがまた倍返し以上の倍返しになって戻ってくる可能性があるので、そうなんですよ。はい。まあ、相手そをれは、にね、通報をさせる、餌を与えちゃうみたいなところがあって、そうなん今です。ね、そういうことになると、あなたのアカウントが、まあ、使えなくなったりしますし、丁寧に書かれている時の文章をもし、まあ、ご覧になったら、すっごい怒ってるっていうふうに 心今、底めっ怒っちゃ怒ていっまてするとんかだね。というふうに。いや、本当そうですね。そういうふうに分かってください。はい。皆さん、質問ないですか？これが、永井さんにお聞きしたいなってことはないですか？そのくらい許たしくてさよっんてのましでね、言いたいと。話していただいたから、ありがとうございます。じゃあもう何回も何回もこの新しい新刊については、手直しの方もされているということですね。そうです。それと対案も出す予定でございます、本の中には。あ、なるほど。いいですね。対案がないとね、批判だけするのはもう日本の野党は得意なんですけれども。そうなんです。野党になりたくないので、
はい、対案をきちんと出していきたいなとは思ってます。あ、はい、ありがとうございます。はい、すいません、月さんの質問からですかね。はい、永井さんに勤労奉仕されたんですかって、勤労奉仕されたことありますかという。はいはい、実は私自身は勤労奉仕はしてないんですが、先だって勤労奉仕されていた、はい、千葉県会議員の田沼隆先生にお話を伺って、その勤労奉仕することによって、はい、非常にその陛下ともお目にかかれるチャンスだということと、それからその勤労奉仕というのが非常に愛国心を発露する大きな、はい、うん、要因であると言われて、あ、行かなければいけないなと思っているところです。はい、あ、そうですか。はい。はい。今年はですね、なんかこう、残念ながら、まあ、コロナでね、緊急事態宣言も出まして、はい。この時期はもう、全国で、その、勤労奉仕がもう決まってた人たちも、まあ、中止になってしまったので、はい。今年はね、まあ、残念ながらやりたいなと思って、はい、そうですね、今年はダメですもんね。なんですが、はい、はい、またね、あと来年以降、まあ、うん、はい、あと綺麗事で言えば済む問題かっていうのがちょっとございましたんで、ちょっと一言言いますと、綺麗事を、はい、言葉を綺麗にすると問題が提起できないかという、うん、言うとそうではないと思ってるんですね。なので、言葉、すいません、はい、そういうコメントがありますね。結構今最近、最近結構言われたんですよ、言葉遣いとか、綺麗事の問題かとも言われたという、犬黒星、黒セイラさんですか？セイラさんですか？はい。でもこれは、セイラさんが言ったんじゃなくて、そういうことをセイラさんとも言われたと。はい。はい。で、これは綺麗事で言えば済むかっていう問題ではないんですよ。ただ、その言葉遣いをすることによって、最近ネットでのアカウントの停止っていうのはものすごく多くなっているので、で、川崎の事例でも見るように、その、はい、ネットも対象になってるんですね。はい、そうですね。で、うん、なので、はい、うん、アカウントを停止されるということは、自分の発言を、封じられるということですので、そうです、そうです。ええ。だからそれは、やはり、ご自分のためにも、この活動をきちんと議員さんに伝えるためにも、はい、できれば控えていただきたいなと思うんですね、言葉遣いとかそういうのは。うんうん、ええ、はい、それと、はい、理論的にきちんと行くことによって、向こうはどちらかというと感情でこういうふうな傷を受けたとかっていうことなので、それは一体どういうことなのかということも含めて、はい、きちんと理論で対抗していきたいと、理性的に。うん、うん、うん、うん。ということを、うちの会では考えてはいます。はい。で、幸いですね、うちの会は非常にメンバーといいますか、役員も揃っておりますし、非常にそういう意味では、はい、騒ぎましょう、暴れましょうという人はおりませんので、できればそれに、はい、ご協力いただいて、共に活動できればなと、お願い申し上げたいなと思います。あ、はい、ありがとうございます。あ、今、ぴょんたさんから質問がありましたので、はい、読ませていただきます、はい。質問、基本的人権の尊重というのを学校で習いますが、この権利だけで十分と思うのですが、どう思われますかと。はい。はい、そうなんですよね。基本的人権って、確かに皆さん持ってると思うんですね。我々全部持ってると思うんですが、はい、基本的人権を掲げて、戦うのはどちらかというと左翼ですよね。左翼の方は人権が奪われたとか、うんうん、その住民問題もそうじゃないですか。必ず基本的人権を持ってくるんですよね。で、基本的人権といえば全て通ってしまう、はい、通してしまうという
そのかなり力技とも言えるような内容でやってくるんですよ。うん、だから逆に、じゃあ基本的人権で通すんであれば、じゃあ基本的人権とはどういうことを言うのか、じゃあこれは誰に対して適用されるのかとか、そういったところからきちんと攻めていかないと、基本的人権の一言で済むということではないと思うんですね。はい、はい。だからその辺を理論的にきちんとやっていきたいなとは思います。はい、ありがとうございます。まあね、なんかね、本当に。なんていうんですかね、傷ついた、まあ、はい、傷ついたとか、まあそういうことですごくね、脅かされて、生活が脅かされたとかっていう声が上がって、対処しなきゃいけないっていう、はい、まあ行政側の立場もわかるんですけど、はい。まあ、このツイキャスは拉致問題の啓発やってるんですが、ね、拉致された人々はですね、声も上げれないですし、そうなんですよ、ご家族がまだそうですよね、その、はい、日本政府にお願いする立場ですから、政府への、はっきり言えば日本基本的人権の侵害だという、はい、拳も上げれないんですよね。そうですよね。そう、声を上げれないもっと弱い立場の人の人権は、聞こえてこないから無視するのかっていうふうにね、私感じたりもするんですよね。だって言えないですもんね、うん、どこで言えって言うんですか、はい、って言いたくなりますよ ね。そうだから、大きな声で騒ぐ人たちだけが、はい、いろんなこう、なんていうんですかね、擁護するように動いてもらえるので、全然公平じゃないなと思うんですね。公平じゃないですよ。だって基本的人権が、はい、日本の場合は、今現在、はい、私、担保されてないような気がするんですよね。担保されてるんであれば、例えば、今、四字はやっぱり議員失格というか、スパイ認定って書いてありましたけども、こういう言葉、はい、出てこないはずですよ。ね、だって議員からしてこれですから、そうすると、もう一つは、ね、どんなことも、うん、なんて言うんですかね、人間同士ですから、まあ、現地の方も日本に住まれてて、はい、例えば、日本人の方に雇用されて、お仕事されてるときに、はい、その職務についての注意だったり、そういうものを受けたときにですね、勝手に民族差別だとか、そうそうそう、そっち持ってくるんですね。結びつけられてしまうとね、これも雇用者側は、もうね、雇えなくなりますし。いや、本当そうですよね。ねえ。うん、どんどん溝が深まるんですよね、結局。ええ。それで結局、これが決まったからといって、ね、じゃあ、韓国の人がすごく大喜び、全員が喜んでるかっていうと、決してそうではなくって、逆に日本人も韓国の人と話すときに、気を使わなきゃいけない。はい、逆に韓国の人も日本人に対して話すときに気を使って話さなきゃいけないっていうね、うん、その民族間の軋轢を生むだけだと思うんですね。はい、本当そうですよ。うん。なんか、本当とんでもない。タレントをね、どんどん減らしてるつもりかもしれないけど、そうそうそう、増やしてるようにね。増やしてるんですよ。見えますよね。ありがとうございます。はい、レレレのおばさんの方の質問です。はい、質問、果実、日本語で、おはようございますと挨拶された在日韓国人の人が日本語の使用を強要され差別と感じたという事件がありましたが、そういうおかしな事例をもっと取り上げていくことで日本人の意識を変えていくことはできませんかという、ですね、あのニュースは、作ったニュースなんです。あれは本当のあれではないんですね、らしいです。でしょうね、はい、それで、ただこういう事例が起こり得るという可能性がないわけではないということなんですよね。うん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 、なるほど。ええ、よくありますよね。
ありますね、だから。ネットでですね、まるで作ったものでも、そえ。んなこと言ってるの許せないとかですね、はい。なんか日本人はね、もええ。う日本人の国ではないみたいな、こうコラ画像っていうんですけど、作られたええ。画像で、誰かがね、面白がっていたずらで作ったと思うんですけど、それにまんまと騙されて、ヘイトのことを書かれているや、方がいたり。私もね、実は騙される口なんですね。本当に。そうなんですか、ありましたか。そうなんです。ありますよ、もういっぱいあります。それで、たしなめられたりとかして、ああ、いけないとかね、思いますもん。だって、現実に起こり得るようなことをやっぱり書いてあるわけですよね。そうそうすなるんですと、よ。ネットつい本つ当い、にね、いろんな人がいろんなこと書くので、電車でキムチに包丁取られたとか、笑ったらダメですけど、本当に、いや、取られたんだったら警察行ってって話やんね、大体ね。そうですね、窃盗罪ですよね。ねえ、そうですよね、窃盗罪ですから。で、電車の中で取られたんだったら、たくさんの目撃証言もあるだそう、ろうに情報もあね。る。そうなんですよ。なるほど。すいません、皆さん本当にネット気をつけてください。デマたくさんあります。で、そういうそうヘイですトを引きね。出すためにデマ撒いてくるようなことも策略としてやってくると思います。そうやいると思う。いまで、す、私。まあそういうのじゃなくて、例えば保守側の人でも、なんか明らかにその炎上商法じゃないですけど、みんなが飛びつきそうなネタじゃないですけど、そのみんなが「え、なんだって！」って思うような、そういうね、わざとそういう書き方とか誘導とかしますので、本当にし皆まさすん一ね。旦考えてくださいね、気をつけて。で、そういうもいや、のを本当広げそうるでのすに、ね。本当に敵にする行為、朝鮮進駐軍ね、これもめっちゃ多いでしょ。笑ったらダメですけどね、朝鮮進駐軍なんかないんですって、本当に。ないんですよ。ただ、ねそれらしきえ、多動いできすはね。しあているとと、いうことですよね。朝鮮進駐軍ってなかったんですよね、もともとね。もともとないです。それはもう、ないです、なないいでです、す。ないです。だけど、あれはこう本い当に朝鮮進駐軍自が分たちこうがいう勝ふう手に、に、こう日本にそう、ね、振る舞ったみたいに書いているのとかですね。勝手なのって例えば切符、廃棄の切符なんかも、よこせって取り上げたりとか、そういうことはありましたよね、現実に。どんな、すいません、もう一度。例えば戦後、朝鮮が、俺たちは戦勝国だっていうので、そういうのは、確かに事実としてありあっましたたよとね。聞いてるんですけど、それも伝聞なので、どこまで本当かっていうのはちょっと私も分からないところもあるんですけそど。れはね、村田春樹先生が、証拠を挙げて、講演会でお話しされたことがありますよね。そうなんですね。じゃあ、体験された方をご存知なんですね。だと思います。そうなんですね。でもね、もう正直ね、それはもう、村田先生だったら、その見聞きされた方なんで、お話しされてもいいと思うんですけそうど、ですね。もうこれもね、あの慰先安婦生はの問題と同じで、証言だけを証拠に持ってくるっていうのもね、もうやっぱ弱いそうんでですすよ、ね。正直。村田先生は、講演されるときに、必ず、国会図書館で、ソースをきちんと持ってされるんですね。だから毎回、なる同ほど。じテーマでも内容が違ってくるんですよ。違ってくるっていうか、新しい事実が気をつけ出ててきらったりしゃするるんんでですすね。ね。根拠のないこと言わないようにというふうに。いや、もうね、気をつけられてるのもよくわかります。もう向こうは、なんとかね、攻撃できないかと思って目を光らせてるでしょうからね。そうですね、すいません、本当に皆なんさんか長くなってそれしとまいもうました。せ、ええ、戦後から本当にもう始まってるっていうことですよね、結局ね。で、それが実ってきたということですよね、今。
実りつつあるっていうことですね。はい、あ、悔しい、悔しいけど、コンスも捏造です。あ、私もあのコンスとかね、あの正直あのどうでもいいと思うんですね、はい、それをすごく書かれてる方もいますけど、はい、あのね、コンスってね、もともと韓国にはね、お辞儀はなかったんですって。で、例えば女性の人が人前でお辞儀をするとかっていうあれもなかったんですよ、はい、習慣も、はい、で、お辞儀をする場合には上の人向かって、はい、あのずりずりとその頭を、あの下げながら、そのはい、あの頭を下げたままで、はい、座ってやるのがお辞儀だったんです。押し付けるって形ですよね。そうです、うん、はい、それで、はいはい、あの戦後、あの戦後っていうか戦中にあの韓国が日本だった頃に、はい、三越がデパートを開いた時に、うん、そのお辞儀を教えたのがそのコンスになって残ってるっていうのが、あ、そうなんですね、その真実らしいですね。ああ、そうですか。また皇室の、うん、方でもその、はい、ドレスを着られてる時なんかは上の方でね、あの手を組まれてますし、まあ、はい、あれはね、なんか尺を持つ、ね、尺を持った時 の、姿勢らしいですね、はい、そうですよね。だからね、皆さん、あのね、あんまりね、こうなんていうのかな、本質からずれるところに注目するんじゃなくてね、だってそういうことを、ね、広げてるとね、まあ、はっきり言うとネトウヨはデマばっかりみたいなレッテル貼りをやってくるわけですよ。これがもうね、本当にね、あのやっぱり敵を有利する行為になるんですね。本当ですね、本当皆さん気をつけて、はい、ください。とにかくバリ雑言は、バリ雑言はやめましょう。いろいろと楽しいお話ししていただきました。ありがとうございました。本当ありがとうございました。こちらこそ勉強になりました。ありがとうございました。はい、こちらこそ本当ありがとうございました。はい、ありがとうございます。これからも活動を、応援させていただきますので、ぜひありがとうございます。ご著書が出ましたら、こちらでも、はい、ご紹介もさせていただきます。はい、またその説は改めてお願いいたします。はい、はい、あのお話に上がっていただく機会をまたいただけたらと思います。ありがとうございました。本当長い間ありがとうございました。あの聞いていただいた方々に本当にお礼申し上げますとともに、ぜひ、すべてのヘイトに反対する会のホームページの方もぜひご覧いただいて、はい、応援の方よろしくお願い申し上げます。はい、ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。はい、どうもありがとうございました。 Facebook されてますので、Facebook されてる方は永井さんの方、はい、ぜひフレンドのご申請などもされてつながってください、はい、よろしくお願いいたします。ツイッターの方は今はちょっとされてないんですよね。あのこの間ちょっと始めましたあ、そうなんですね。すみません、はい、私も気がついてなくて、まだあの2つぐらいしか出してないので、はい、あ、そうなんですね。じゃあこれから、はい、どんどんよくわかりませんので、ツイートも出してください、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、失礼いたします、はい、ごめんくださいませ。永井さんにお礼を書いてください。はい、ありがとうございました。失礼いたします。はい、永井さん、長い時間お疲れ様でした。ありがとうございました。ですね、昨日永井さんとお話ししてたんですね、お電話で。で、永井さんはね、あんな風に、ご謙遜されておっしゃってましたが、いつも綺麗な言葉遣いをされて丁寧にお話をされる方です。うん、さすが全てのヘイトに反対する会の代表、はい、山本さんとの共同代表を務められる、ね、立派な女性だなというふうに思います。まだお会いできてないので、はい、山本ヘルミさんもなんですが、ぜひ、お会いできたら嬉しいなというふうに思っております。あ、ヘイトじゃなくて憤りをツイートすることについてお伺いしたかった。はい、憤り、それは、トクワに対してでしょうか。
それとも日本の在日の方に対する憤りでしょうか。もちろんね、いろんなことが憤るという気持ちはわかるんですが、俗に言う在日特権というもので、ものですね。それを、許してきたのは、例えばですね、私はこれは特権じゃないかなと思うんですが、特権って言ったら、得してる権利ってなるんですかね、特別な権利。特別永住性っていうのが、勝手にね、なんて言うんですかね、今すいません、ちょっとど忘れしました。勝手にね、子孫に流れていきますよね。ああいうのってどこまでやるんだろうなと思うんですよ。その1世の方とか2世の方とか、朝鮮戦争時に難民で来られた人とか、不法難民っていうふうにね、書かれる方もいますけど、そうなんです、そうなんです。そうなんです。ふみふみさん知ってるんです。3世がそのまま、日本に住めるようになってますけど、今もう5世とかなってますよね。でね、内藤陽介先生はね、もう5世とか6世とかになっていったら、その人たちっていうのは、どう考えても日本語しか話せなかったり、日本の文化しか知らなかったり、生まれたのが日本で育ったのが日本で、日本しか知らない人が、これ外国人かなと。それなら、日本の、国籍を与えることも視野に入れて、しっかりそれについてね、議論したり考え直すべきじゃないかなというふうにおっしゃってましたね。そう、でもね、外国人生活保護問題も、これ年金問題と合わせて考えるとわかるんですが、日本国籍のない人は年金入れなかったんですよね。そういう時代がありました。で、入れなかったから、もちろん年金未加入になりますからもらえないと。で、その方が就業できない年配になって、高齢になって働けなくなった時にどうするかっていうと、保護しなければならないと。だから、在日の人たちに対するね、こういうところね、ずるいじゃないかとか、得してるぞとかって、わかるんですよ、気持ちはね。わかるんですけど、これやってきたのってね、行政なんですよね。ということは、その在日の人たちの住んでる町に行って、文句を言ったり、するんじゃなくて、行政に行って文句を言うっていうのは、私はね、道理が通るなと思うんですよ。文句の言い方もね、これをおかしいので考え直してくださいみたいな感じで、理路整然と礼節を守った丁寧な言い方で、言いけるっていうのは、私もそういう形でしたら応援したいなと思うんですが、皆さんどうお考えでしょうか。南河内の端子さん、売国日本人って書かれてますが、実際に どうなんでしょう。私たちから見て、わあ、国をね、裏切るようなことしてるな、国益に反することしてるなって思う、人を、私たちから見たらね、そういうふうに見えても、その人にしたら、異文化共生じゃないですけど 日本に住む、外国人の方と、日本人の方が仲良く暮らせるように、
揉めないように少しでもよくやってるんだっていうね、まあ、その人の中にも正義があったりとかするんじゃないでしょうか。帰化しない理由はそれぞれの方の、まあ、事情もあるんでしょうが、まあね、儒教の教えで、おじいさんやお父さんが生きてる間は帰化しにくいというふうに言われる方もいるようですし、まあ、実際お金のかかることですし、ねえ、まあされる方はされてるでしょうし、されない方はされない。実際にね、たくさんの方帰化されてますよね。はい。山本さんが書かれてますね。山本ひるみさん、その行政をチェックするのが議会の役割のはずなのですが、多くの自治体で癒着している状態ですと。はい。癒着。ねえ、まあ帰化して日本人になれば、もう堂々と献金も応援もできますし、票も持てますし、皆さん帰化を進めたいですか？はい。どうでしょう。帰化を進めるというのも危険なところもないでしょうか。韓国は徴兵制ですが、在日なら兵役から逃げられる。意に反して日本に来た朝鮮人がいるかもしれませんが、多くの朝鮮人は自発的に日本に来て働いてます。そこをきちんと検証すべき。いや、それも分かります。ただ、生活の基盤がもう今この日本にある人に出ていけというのはですね、これはやっぱり私はやっぱり排外主義的な発言じゃないかなと私は思うんですね。あいつ気に入らんなとかね、あいつ嫌いやなとかね、思う日本人に、お前日本から出ていけよとは言わないですよね、日本人ですから。でも相手が外国人の時だけそのセリフは使うわけですよね。もちろん多分、ツイッターとかフェイスブックで書いても、直接在日の方に言った人なんかいないんじゃないかなと私は思うんですがね。はい。来週の、お盆はですね、まあ、とりあえず私一人ということで、配信は休まずやります。来週の16日は私一人で、ツイキャスの方は配信させていただきます。で、夕方に三浦小太郎先生も大阪の方に来られて、ちょっと講演会がありますので、三浦先生とちょっとこうお話なんかもして、なんていうんですかね 今回の有田さんのことについてどのようにお考えですかみたいなことも聞いてこれて、皆さんにご報告できたらいいなというふうに思ってます。あ、そうなんです。そんないいもんじゃないんですけど 一人語りです。はい。なので時間もね、ぐっと短めに、皆さんもお疲れにならないようにですね、早めに終わろうと思ってます。はい、皆さんお疲れ様でした。皆さん相手の方に変われよっていう前に、まあ、自分が変わっていくっていうのが、まあ、一番早いので、はい、右の人の方が明らかに賢くて、左の人はちょっとね、恥ずかしいよね、バカが多いよねというふうに、日本人全体が周知するように、皆さんでこう右の、知性を上げる はい、一緒にやりませんか。よろしくお願いします。で、怒った時こそ丁寧な言葉で話すという桜井よしこさんになったような気持ちでですね、はい、ごめんあそばせみたいな感じで 書かれてはいかがでしょうか。はい、じゃあ終わります。ありがとうございました。おやすみなさい。
迎えに行くよ。